皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。本日はこちらの新作アプリゲーム、妖女戦記魔導士各戦いりというゲームについて、実際にゲームシステムを説明し、そしてどんなストーリーなのかといったところ、どこが面白いの、実際に遊んでみた感想、そして最後にガチャをやっていきたいと思います。この4本立てでいこうと思います。よろしくお願いいたします。ということで、今こちらのゲームのアプリ妖女戦記の画像を貼っつけているんですけれども、まずこの妖女戦記というものは原作者カルロ全史のものなんですけれども、そのカルロ全史が完全協力によるアニメのリアルタイムバトル RPG というふうにゲームのタイトルっていうかゲームシステムは見ていただけたらいいのかなと思っています。そしてこの妖女戦記の中でも有名なストーリー、面白いストーリー、ダキやオースフィヨルド、ライン先生、これらの戦い追体験できるというのがまず一つ。そしてその中でこの第203航空魔導大隊の主力メンバーいますよね。まあ、主力メンバーといえばもちろんターニャ・フォン・デ・グレチャフ、そしてビーシャ・グランツ・ノイマン、そしてケイリヒ・バイスチュなどなどね、このキャラクターたちの視点でもどんな話なのかが楽しめるというところです。まあ、各キャラクターのストーリーも楽しめるというふうに思っていただければいいかなと思っています。で、新キャラクターも出てくるんですよね。このオリジナルキャラクター2人、女の子も第203航空魔導大隊に編成されるんですけれども、その子たちもどのように関わっていくのかというところが楽しみだと思っていただければいいかなと思います。私もすごい楽しみです。ということで、実際にゲーム画面行きたいと思います。今ね、ゲームのトップ BGM を流しておりました。ということで、ゲーム画面行きます。こんな感じですね。ゲーム画面 UI 等はこのようになっています。例えばレベル8まで遊んだところなんですけれども、まずこのゲームをするにあたりまして、一つ、実際に遊んでみた感想なんですが、敵がかなり硬いです。まあちょっとこちらの編成方法とかがまだ全然なのかなと思うんですけれども、敵がね、かなり攻撃力アップとか防御アップとを使ってくるんですよ。で、こっちの防御力ダウンと入れてくるんですけれども、まあ実際に見ていただければわかると思います。ただその前に実際にどんな感じの戦闘方法なのかというところと、装備とかキャラクターについて説明したいと思います。まずキャラクターと装備についてなんですが、今回キャラクター機能はポジションという風に表されています。例えば今こういう風にターニャライトアームということで、このターニャ何々って後ろにつくものがそのキャラクターの得意武器になります。例えばこのライトアームっていうキャラクターだと小銃が得意なんですよね。で、それとは別に例えば持ってるキャラクターの中だと、まあポジションの変更でやっていこうと思うんですけれども、こちらターニャグレネーダーですね。こっちグレネードが得意なキャラクターになります。このように得意な武器スキル等で攻撃力も変わってきますので、実際にそのストーリーの例えば戦闘に合わせて何を持っていくべきなのか、どんな編成をするのかというところが同じキャラクターだとしても武器によって変わるので、それに合わせた編成方法が必要になります。まあちなみにこちら B 社もいるんですけれども、今この3体しか持っていません。じゃあ装備強化なんですけれども、かなり装備を強化していないと相手に本当にダメージが入りづらいです。今ストーリーにまで進めたんですけれども、5分以内に、残り時間5分以内に倒すと星がもらえるっていうような条件のミッションがあるんですけれども、実際もう現状取れません。今のところライトアームだけで、この持っている自動操縦、自動小銃ですね、自動小銃とかグレネード等々を駆使して戦っても取れない状況になってます。なので実際にまずやるとしたら熟練度とこれら装備を強化してからでないとストーリー進めるのは結構厳しいのかなっていうふうに個人的には思っています。まあ、このアニメ版のね、妖女戦記の特徴、ちょっと口が尖ったような感じで、ちょっとほっぺたがぽちゃっとしてる感じなのは結構可愛いですよね。漫画版なんかはかなり綺麗めな、ちょっと少女漫画チックの感じの絵になってます。小説版が一番その中間っていう感じでしょうかね。個人的には漫画版の絵もめちゃくちゃ好きです。ということで、実際に戦闘システムいきたいと思います。
こんな感じだよっていうところを先頭お見せしたいと思います。まあオートで進行させようと思います。ちょっとね2章は硬いので1章で行こうと思います。1章バトル2ぐらいでいきましょうか。実際にやってみようと思います。まあ戦闘システムなんですけれども、自分の編成キャラクターは1体です。その1体にどのような武器装備を持っていくかというところが必要になります。敵兵を妨害します。で、こんな感じですね。見てもらったら分かる通り CPU っていう形でキャラクターが出ています。ちょっとオートにしましょう。こんな感じで、まあ編成武器が例えば今自分は4つなんですけれども、その編成武器4つを使い切ると魔力を20使ってまた装備を装填するという形になっています。目標を捉えました。さすがに1人1だとそれなりにダメージは入ってくれます。そして CPU 4人いると思うんですが、これ自分以外のキャラクターは例えばその他の人のやつとか CPU で埋まるというような形になります。これフレンドだった場合はフレンドのキャラクターを連れていくことも可能です。で HQ というのは、こちら HQ というのは今ないんですけども、作戦ということがあって、この作戦を使うとかなりの効果力とか自身の能力アップをすることが可能です。もちろんチャットもあるんですが、今 CPU なのでチャットもほとんど意味をなしていません。まあ某ゲームに結構戦闘システムはそっくりです。まあ某ゲームっていうとね、さすがに他のゲームの名前を出すわけにはいかないので、まあ皆さんそのゲーム遊んだことある方だったら、この幼女戦記魔導士核というね、魔導士核戦いりかというゲームのシステムがどんなものなのか、何に似てるかなっていうところはちらっとわかるかなと思います。ちなみに遅れましたが、結構ね、正直にゲームの感想を言っていくスタイルにしてますのでご了承ください。攻撃開始。まあさすがにストーリー1ぐらいは倒せそうですね。まあ、このようにちょっと倒せるところをバン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 進めていって、まずはポジションの熟練度を貯めていくのが一番攻略というか進みやすくなるんじゃないのかなというふうに個人的には思っています。こうやってねドロップ EXP も手に入ります。これで EXP も手に入れて、それでなおかつ装備を強化していくというのがまず第一段階必要なことなのかなというふうに現状は思っています。でちなみに今イベントなんですけれども、さっきシナリオとイベントってありましたね。共闘まだできないんですが、イベントというのがこちらあります。まあ敵襲排除、武器進化素材残り1時間、そしてあと軍装進化素材っていうことで、まあ、こちらはもちろんすると武器の強化進化等々ができますので、こちらもストーリーが詰まったよっていう方はもちろんしていくのがいいのかなと思っています。もちろんショップもあります。ショップなんですけれども、まあ見てもらったら分かる通り、金貨を購入する。まあこちらは、まあリアルマネー、課金ってやつですよね。課金で買うものになって、こちらアイテム購入は上の金貨を使って購入するものになります。例えばアイテムドロップ率アップとか、まあ経験値アップなどなどですね。そういったものがあります。まあ武器の進化素材、設計図、そして軍装の進化素材、バッテリーなどなどですね。このようなものを金貨を使って買うことができます。少しね、UI の移動というか場所の移動に少し時間がかかるような印象です。そして書類整理というものがあると思います。こちら書類整理って何だって方思ったかもしれませんが、実際にやってみましょう。書類整理なんですけれども、このようにタイプライターがあって、ターニャがその周りをあります。30秒あって何するかというと、そこの部分をタップしていくんですよ。タップすると、例えばね、こんな感じでタップしていくとかって減っていきます。で減ると、一つの束を終わるたんびに経験値 EXP がプラス1入ります。でスタミナも入るんですよ。これレベル20まではずっとできますので、このようにしていきますと経験値も貯めつつスタミナを補充できる。で簡単にレベル上げることができます。ただこれをしても熟練度等は上がらないので、果たしてこれはまあ何の意味があるのかというところになりますが、まあ手っ取り早く上げるためのものだと思っていただければいいと思います。でこの真ん中のやつを5個貯めると B 社が現れるんですよ。でこの B 社が現れた時に B 社をクリックすると全部集めてくれるんですよね。私に手伝わせてください。私もこんな感じでタップすると本気を出しますよ。ちなみに、さっきの
ジリリリリリンってなってる電話を取ると J2R 準将が応援してくれます。 J2R と応援してもらって、で J2R がやった場合 EXP が確かプラス自分の場合15とか入ったかな、普段よりもプラスか経験値で入るので、あれは絶対クリアっていうか、まあクリックした方がいいかなというふうに思っています。今回ちょっとすみません、クリックする前に B 社を押してしまいましたが、まあこうやって書類整理をすることで簡単にレベルアップと、ごめんなさい買いました、レベルアップとスタミナを集めれるというところがいいです。だいたいゲームシステム自体はこんな感じでしょうか。だいたい今10分ぐらいだね、説明をさせていただきました。最後にこちら交換所というのももちろんあります。まあ交換所っていうのは、まああの演習参加のものとか友好関係に続いた場合の配給チップなどなど、こういったものがもらえるよというふうになります。まああの手放すと手に入ったりするんだよね。まあ要するによくありますよね、解体っていうものでいったりとか、リリース、まああの捨てるとかね、よくあるいろんなゲームであるって感じですけども、そういったようなシステムだと思っていただければいいかなと思っています。じゃあ一通り説明をさせていただきましたので、最後ガチャについて触れていきたいと思います。ガチャですね、こちら、いいね。でこちらガチャになります。まあリリース記念の第1弾ガチャ、そして SS ランク SSR の1点確定の配給券11連ガチャ、そして武器確定の配給券ガチャ、そして配給券ガチャと11連デイリーガチャという風になっています。今最初に配られているのはこちらの SSR1 点確定ガチャっていうのがプレゼントでもらえるようになってますので、そちらが今引けるようになっています。まあいろいろね、武器とキャラクター、まあポジション、これらが集まっている両方出てくるタイプなんですよ。提供割合見てみましょう。 SS2.5% で S20% A77.5% とあるんですが、この 2.5% の中にポジション解放武器というのが含まれます。普通の武器とポジション、まあキャラクター解放武器が含まれますので、まあ某ゲームにほんとそっくりですよね、ガチャシステムは。なので武器引いたらそのキャラクターが解放されるというようなシステムになっていますので、あの武器引いた、やったー、これでキャラクターが解放できるぞって言うので、まずポジション解放を狙っていく必要があります。まあ、リリース第1弾ということで、まあ、こちら RGK の C16 C ターニャ、こちらと、帝国軍魔導団のバイス C バイス、そして防御作戦極秘強襲任務ということで、こちらの武器、これらが今ピックアップで上がっています。まあね、まずポジションが欲しいので、この2つを狙っていくのが一番いいのかなというふうに思っています。ガチャ詳細こちらね、リリースって書いてありますね。こちらポジションを手に入るのいいよね。ターニャエリアで近接 20% アップ、中隊長エリアで CA 20% アップ。正直あのこれが強いんじゃないかっていうのはごめんなさい、今までだったらちょっとこれが強いっていうのが分かるんですけども、正直言います、このゲームまだ何が強いかは正直分かりませんが、まあとりあえず SSR のポジションをまず第一優先、その後 SSR 武器っていう順番でいいんじゃないのかなと個人的になんですが思ってます。違ったら申し訳ございません。この装備強いよとか、このキャラ強いよっていうことありましたら、よければまたコメント等で教えていただけたら嬉しいです。ということで早速なんですが、最後ガチャをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃまず SS1 点確定いきましょう。あ、ノイマン手に入るな。ノイマンとターニャ、このターニャ俺持ってんだよね。そして B 社、応急包帯の B 社欲しいね、可愛いよね B 社ね。よし行きましょう。はい、ガチャです。共に神へ祈ろうではないか。ここいいよね、ドクトル本当いいよ。何一つとして心配はご無用でしょう。赤字かい。あれだよね、ターニャはめちゃくちゃさ、自分の身を案じてくれてるって言ってるのにさ、中佐はいつも違うんだよね。うわー、SSR1 個確定だからあれだね。この辺は
ステータスがこれ見れてるのかな。お、騎兵獣、あ、カーじゃん。カーってよくあの FPS ゲームで聞きますよね。魔導弾ロングマガジン。そして最後これが誰。お、あ、文化ファウスト。あ、ポジションではないのか。ポジション解放はしなかったですけれども、まあ SSR グレネード系の武器ですよね。グレネード系の武器が手に入ったというのは結構いいんじゃないでしょうか。文化ファウスト、炸裂支援、敵1から2体に物理ダメージを与える、さらに自身の物理攻撃力を小アップする。この小アップするっていう、これが結構重要っぽいんですよ。戦闘1回見てもらったと思うんですが、アップとダウン、だってアップも10、ダウンも10まで強化できるんですよね。攻撃力と魔法とあるので、やっぱこういう能力を積み重ねていくっていうのはかなり強いと思うんですよね。なんで文化ファーストを3回やれば多分物理攻撃力は3アップするんじゃないのかなっていう風な読みをしてます。それがちょっとどうなのかは実際使ってみないと分かりませんが、読みはそんな感じです。ということで次こちら第1弾ガチャやっていきたいと思います。こちら22連か引けるので、もちろん狙うのはターニャですよね。まあバイスも欲しいですけど、ターニャ狙いでいきたいと思います。22連いきたいと思います。よろしくお願いします。またドクトル、これドクトル飛ばせないんだよね。我らが神に祈れば必ずや願いは叶う。このヒューンって飛んでくるのに、ね、途中からさ、もう信仰心に支配されてしまうドクトル。この魔法陣演出結構好きです。来い SS、 来い。あー、コズ、コズですね。防御作戦爆撃、そしてこれも個性空戦の戦闘機。お、高戦車や高生産陸軍だね、陸軍。そして戦術探知機、まあ、特にはっていう感じでしたね。ガチャ切符100点に入れましたね。じゃあその後22連目いきましょう。よろしくお願いします。案ずるな、心配はいらん。心配はいらん、頼むよ。心配いらないなら頼むぜ。欲しい、ターニャ欲しい。 2.5% 引くんだ。 2.5% を引いてくれ、お願いします。だー、こっちでいきましょう。戦闘機反撃、戦闘機3、防御支援1、2、半自動小銃赤。いやー出ないね、なかなか出ませんね。もう11連できないから、あとは単発をポンポンポンといきたいと思います。我らが神に祈れば必ずや願いは叶う。願いは叶う。でも単発でも結構長いんだよね、演出がね。そうですか、単発で引けたら神。まあそんなわけにはいかないよね。 S、じゃああと1回ぐらい単発やって終わりにしようかなと思います。実際遊んでみた感じですけれども、まあ結構ストーリー自体は、まあ、ストーリーはちょっと諸事情により載せてはいないんですけれども、今回の動画にはストーリーはやはり追体験できるというのが面白いですし、あとは下の方にいて見えてませんでしたが、オリジナルキャラクターのストーリーというのはやはり面白いです。あ、オリジナルキャラクターってそんな感じでストーリーに絡んでくるんだなっていうところが、やっぱり楽しめてるなというところが正直な感想です。もうちょっと一つの動作が軽くなってくれたら、個人的にはちょっとストレスフリーな感じで遊べるかなと思います。まあ、ガチャもね、武器とポジションキャラクターが両立してますので、まあ、それらをまずポジション解放してから熟練度と装備強化をして初めてストーリーが進めれるというような感じだと思います。ということで今回新リリースされました幼女戦記魔導士各戦いりについて動画を撮らせていただきました。いかがでしたでしょうか。今後もね、幼女戦記私大好きなので進めていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、地獄へようこそって言ってるけど、あれターニャ好き、そしてあとごきげんよう、そしてごきげんよう、あれも好きです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。また別の動画でお会いしましょう。またねー。